大木の之は、日本のジャーナリスト、NHK 社会部担当部長、編成局長等を経て、NHK 理事、愛知県出身。1981年、一橋大学社会学部卒業、日本放送協会入局、報道局社会部記者等を経て、1999年、NHK 福岡放送局放送部副部長、 2002年報道局社会部副部長2003年編成局編成計画部副部長2004年からの編成局担当部長時代には週刊、文春の記事について立花隆に対し面接をし録音にやめろと問いかけたとされる2005年報道局社会部担当部長2007年テレビニュース部エグゼクティブプロデューサー 2008年おはよう日本部エグゼクティブプロデューサー。2009年テレビニュース部長。2011年報道局編集主管2012年編成局計画管理部長。2014年編成局長兼 NHK プラネット取締役。2015年にはクローズアップ現代でやらせがあったとの指摘を受けて調査や再発防止策の取りまとめにあたり、会見で 場面を鉄道する意図が記者にあったとは考えられず、過剰演出と判断したとした。2016年から NHK 理事を務め、グループ経営改革統括として関連事業局を担当して NHK の関連団体のガバナンスに取り組み、2018年からは経営企画統括補佐も務め業務、改革推進会議事務局を担当。この間、 総務省災害時等の情報伝達の共通基盤のあり方に関する研究会員、社会福祉法人、NHK 厚生文化事業団評議員、内閣高度情報通信ネットワーク社会、推進戦略本部、IT 防災ライフライン推進協議会幹事会、作業部会員等も務めた。2020年 NHK サービスセンター理事長、ありがとうございます。